今日ご紹介するのはアマちゃんの鈴鹿ひろみにもつながる薬師丸ひろこの名演光る一作処女から少女そして女優へと成長していく姿が描かれる一本ダブリの悲劇という映画をご紹介したいと思いますどうも改めましてアベシネマ TV ですよろしくお願いしますアベリュウ太郎ですはい今日ご紹介するのはダブリの悲劇という 沢井真一郎監督の1984年の映画をご紹介したいと思いますはい、薬師丸ひろこさんって皆さんご存知ですかね多分ね顔は絶対見たことあります今もう今でもいろんなテレビドラマ映画いろんなものにご出演をされてるもうベテランの女優さんで今50代ぐらいなんですかねですけれどもこの映画の中では20歳 ですね、実際に二十歳ですね若いです薬師丸ひろ子さんという女優さんが二十歳の時に主演した本作なんですけども、えー、薬師丸さんというのはですね子役の時代からかなりまあ注目というかいろんな超有名作に出てい,いらっしゃいまして、まあ、この前だと「セーラー服と機関銃」とかって聞いたことありますかねそういう映画であったりとかあと「戦国自衛隊」とか。 野生の証明とかそういった映画にも子役時代にご出演をされていますのでもう本当に筋金入りの女優というようなところではあるんですね。でストーリーはですね女優を目指す少女が主人公のお話となってましてこの女優を目指す少女が三田佳子さんという女優さんが演じるベテラン女優の トラブルにまあ、途中で巻き込まれてそこから私生活でも演技をしないといけない演技を迫られるっていうところからまあ、彼女が本物の女優として成長していくような話になっていきますでですね結構この起きるトラブルのシーンっていうのは結構強烈でですね起こることも強烈なんですけれどもその三田よし子さんというそのベテラン女優を 演じる女優さんが、まあ、実際ベテラン女優なんですけど「ここがねいいんですよ私もいろんなことがありました」はははいそのの上ででこのトラブル私は受け止めきれますすあなたはどうですかっていうベテラン女優もさすがにちょっと動揺もしてるんだけどでも自分には強さがあるっていうこともつ強さがあると思ってるということも伝わってくる名演技になってくるんですね。 でこのトラブルが起きるまで薬師丸さんの役柄この主人公の少女というのはまあ本当に女性としてて描かれていますこれね初っ端がまたすごいんですけどこの二十歳の女の子がですね、まあ、ベテランの俳優さん男性のね俳優さんとまあ一話を共にしていると。 いうところから始まるんですねでここで薬師丸がはい処女を捨てましたっていう感じになるんですよ。でも別に付き合ってるとかではなくて役者としていろんな気持ちを理解したいと。でその成長のためにこういうことをしたんですみたいなことを言うんですよ薬師丸さんは。ガキですよね歯キシってね。うん 本当に単純な発想で初体験を迎えてしまったっていう、まあ、そういう割とこう少女、うん、っていう感じになるんですよまず。でまあその後もですね、まあ、変な男に絡まれてでその変な男ともいろいろあるんですけど、まあ、そういうのも全部こう全然前進してる感じがしないんですよね彼女の人生っていうのは。で このトラブルに巻き込まれてから彼女はどうなるかっていうところなんですけどまあ,あの女変わるは変わるわけですよでまあこのシーンは本当にストーリー上でもすごい重要なんですけどとにかくやっぱり薬師丸ひろ子さんの演技がすごいうん象徴的なんですねあこの子変わったなっていうところがね すごい魅力的な表現を薬師丸さんが20歳の時にしていますでこの映画は結構今の人でも記憶に新しいドラマの NHK の朝ドラアマちゃんにも繋がってきてますまあ、だから今日この話をしようと思ったんですけどアマちゃん僕も大好きなんですよで、大好きな人結構多いんじゃないかなと思うんですけどアマちゃんにもこの薬師丸ひろこさん 出てます、ね、鈴鹿ひろみという役で出てまして「あまちゃん」っていうのはまあ地方から出てきた田舎の女の子が、まあ、アイドルを目指すと、まあ、そういう話になっててで実は自分のお母さんもみたいなお母さんもちょっとそういう過去があってみたいなのがだんだん分かっていくみたいな話になってるんですけどあまちゃんを演じてるあまちゃんの主人公あまちゃんを演じてるのが。 のねんねんなちゃん今のんちゃんって名前になってますねでお母さんが小泉日子さんで薬師丸さんはのんちゃんがのねんねなさんが上京してアイドルを目指していく中で出会うベテラン女優の役をやるんですよでそこで2人で行動したり結構するんですけどこの「W の悲劇」の方では薬師丸さんは子役というかああやっとごめんなさい女優を目指す少女で ベテラン女優に振り回されるんですよ。でこの「あまちゃん」ではこのじゃないね「あまちゃん」では薬師丸さんがベテラン女優を演じててアイドルを目指す若い少女のんちゃんのねねなちゃんをいじめるんですねいじめるというか振り回しちゃうんですねいじめるわけではないんですけど振り回しちゃうっていう役柄になってて。 絶対この W の悲劇は意識してたと思います。あまちゃんを作る時に。苦度感なのかなおそらく。はい。のでそういう意味でも僕はあまちゃんを見ても感慨深いというかあ薬師丸さんこういう役がやってるんだなみたいな。まあ映画とかドラマとかそういったものっていうのはやっぱりその女優さん俳優さんが過去に演じてきたまあ役柄っていうところからインスピレーションを得て引っ張ってきたり。 ちょっと逆,逆にしてみたりなってこととはよよよくくく本当によくあると思いますねなので本当にその映画のストーリーと、えー、薬師丸ひろ子さんが成長していく話っていうのと女優としての成長、えー、そして普通に大人,へ大人の女性へとの成長っていう。 2つ並行した話が進んでいくっていうところが、まあ、本作のすごい力強い部分だなというふうに思ってますんで、まあ、是非見てていいたただきたいなと思ってますとでちょっとねあのエンディングとかがエンディングっていうかクライマックスが若干甘いかなみたいなところはあるんですけどクライマックスの直後にすぐエンディングテーマが流れるわけですよ。でこのエンディングテーマを薬師丸ひろ子さんが歌ってるんですけど薬師丸さんっていうのは歌がすごい上手いんですよ。 で僕は毎日のように聞いてるんですよ薬師丸ひろ子さんの歌を。で、まあ、例えば「セーラフークと機関銃」って意外と名前は聞いたことあっても映画見たことないご覧になったことない方って結構多いと思うんですけどあれすげえ変な映画なんですよ。うんあの実験映画ですねほとんど薬師丸ひろ子さんがいるから成立してるんですけどねもうアイドル的な人気がありましたからアイドル的な扱いを受けてますから。 ただ、普通に今やっぱりセーラー服と機関銃の主題歌、セーラー服と機関銃という曲を今聴いてもやっぱり感動しますよ、普通に。いい曲だなと思いますし、もうね、透き通ってるの、歌声が。で、ファーってもうなんかね、なんだろう、山彦のようにスーって入ってくるようなね、そういう歌声なんですよ、薬師丸さんっていうのは。もうその辺とかも本当、とりあえずエンディングテーマだけで満足できる映画ってのは多いんですよね。僕のおすすめはねメインテーマ っていう映画の主題歌メインテーマだからメインテーマのメインテーマメインテーマってことですよね。メインテーマはねあのこれもすごい、まあ、恋愛の話になってくんですけど映画自体はねちょっと大根役者っていうひあの評価を読むことが僕は多いんですけどまあまあまあ,あのいわゆる恋愛映画ですよね。ちょっとまあ評判的にはみたいなところがあったみたいなんですけど。 メインテーマっていいいう曲すすごい良いですねあと「探偵物語」っていう松田優作さんっていう俳優さんと共演した映画の主題歌「探偵物語」もすごくいいですちなみに映画の主題歌じゃないんですけど個人的なお,おすすめは「あなたをもっと知りたくて」っていう曲があるんでこれももしよかったら聴いてみてくださいとというわけで僕は薬師丸ひろ子さんが大好きっちゅうことですで本当に若い時は可愛かった今も綺麗ですけど 本当に可愛いんですよであの、ね、そんなになんかすんごい美人とかまでいかないのがまたいいんですよ。なんか素朴な,可愛なんかわいさというか田舎の人の役結構多い気がしますけ、ね、ど、まあ、そういう意味でもやっぱあまちゃんとはちょっと近い部分があるんですよね。あまちゃんもやっぱり田舎から出てきた子なんで田舎っぽさがやっぱあるんで,でその先輩というか大先輩としての。 島ひろ子っっててのはすごい筋が通ってるアマちゃんのキャスティングってのはすごい筋が通ってるなっていうふうに思いましたはいまあちょっとアマちゃん見てない人は何のこっちゃみたいな感じだと思いますけどまあアマちゃんも面白いし W の悲劇も面白いんでぜひよかったら見てみてください以上はじめ安倍 e s t t v でしたチャンネル登録コメントいいねシェアなどよろしくお願いしますさよなら